バリキアイのキャバカルが溢れてる街で日陰を探して歩いてゆこう。なんかつまみダメダメだ。セーフセーフはセーフだ。何が見ない。こうなるほど来た髪を抱き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 
画面の向こうで
理由があるんだばかりせないもさなくてもとさなくてもみんな場所にいなさいちょっと黙っても戸先に進んだ答えで
真っ白なキャンバスフリーライブ2024夏にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介させてください。はい、橋本美和です。はい、西野千秋です。はい、鈴木エマです。はい、小野寺あずさです。はい、麦田ひかるです。はい、浜辺ゆりのです。はい、三浦奈子です。はい、どうも。私たち真っ白なキャンバスです。よろしくお願いします。開催ということで、ここはもうすぐ閉館してしまうから、みんなでね、壁にサインとか書いたよね。そう、サイン書いたの。千秋がね、初期の頃のロゴ書いてくれて、ね、なんかエモい壁になりました。いい感じの壁に。リアルに載せた。あ、じゃあ後でみんな見れるかな。載せますね、ここでまた一つ思い出を増やせたら嬉しいです、うん、はい、こうやってしのキャンがフリーライブやるよって言ったら、うん、こんだけの人がこうやってみんな集まってくれて本当に嬉しいし、みんなのシロキャンが、シロキャンの絵の思いが本当に伝わってきて本当に嬉しいです。こんだけいっぱい人いたらね、めっちゃ熱気あってみんなもムシムシ暑いと思うんですけど。暑いよね。マジで暑いよね。なんか夏も始まったし暑いなぁ。みんなここにいるってことは知らない。季節がやってきた。心が温かい僕が知った味わった思い描いて待っていた。今年こそきっと最高の夏にしたいんだよ。日の目よりも情けも交わす言葉も戻りたくなるような今日も。
ていた抜けていた自分から選んだのよ。泣いてみた叫んでみた争いが振られたと個性とか自信とかは全て白に染めて正解
ただ黙って嘘でいいなんて嘘だ遠ざかる夢へと転がっていけ明日も私の感情を気づきでない昨日に飲まれてしまう夜夢の一歩目で感情を目がしたくしまくたって何もない人生に出会って何もない人生に散るさすきけに姿が手に失わぬように永遠なんてないけれどまだ手残りもない「そんなことも登場」
絶対行こうって言ってるから絶対行く。そうね、絶対行こうって言ってほしい。
じゃあ、キュー何混ぜてほしい。混ぜてほしい。え、いや、みんなでこうじゃあ。行きたい、行きたい。プール？プールはちょっと私泳げないから、ちょっとあれだ。泳げるし、あ、ヒカルちゃんとかと行ったらいいんじゃない？え、なんかさ、みんなはさ、夏やりたいことあるよって人。お、いますか？お、じゃあ、手高いから、そこのあなた。誰だ後ろ向いた、そこのあなた。マスクしてる？マスクしてる。大きい声でどうぞ。ひもためし？じゃあ今からやりますか？やだ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 。じゃあ私がさっき楽屋でさムツムツいろいろ確認してたら怖い話かと思ったって言われて。でもさやっぱこのフリーライブもさ毎年思い出だよ。そうだね、夏の風物詩って感じですね。なんか花火とかもさ、見てさ、え、どうしよう今年。成功花火とかやる。え、でも成功花火めちゃくちゃエモいからいいと思うよ。やりたい。いやね、みんなのね、夏のやりたいことが叶うというさ、さすがに今年の夏は、うん、このね、フリーライブももう終盤なんですけども、ちょっと待って、結構ノンストップって曲やったよ。あ、本当に？いやでもね、終盤なんですよ。そうは言われても終盤なんですね。でも本当に新宿ブレイズさんはね、7月で閉館をしてしまうので、本当に今年の3年目の最後のフリーライブはここでできて本当に良かったなと思ってます。エモい。そしてね、ここで私たちがこの場所に立ってみんなと最高の思い出をこうして作っていることを夏が来るたびに思い出してほしいなと思います。聞いてください。玉江構図。Bye.
Bye.
年出られなかったけど、うん、どうだった？なんかすっごく去年の分まで楽しめた気がする。よかった。よかった。なんか今日の最後も片組一夜期の中で片打ちめっちゃ本当に危なかった。すごい一夜とかだった。めっちゃ綺麗だった。みんな本当にすごい、ね、一体感ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。みんなマジ最高だよ本当に。最高でした。じゃあね、最後みんなが、ね、心が一つになったということで、この瞬間をね、写真に収めたいと思います。カメラマンさんお願いします。お願いします。どうする？肩組む？熱いか。熱いよね。オッケーオッケー。何がいい？フリーライブ。タオルとか持つ？タオルとかペンライトとか上にあげる？ない人はもう手をあげて。でもなんか何がいいかな？バンドとかさ、うん、結構手バーってみんなあげてる。いいじゃん。タオルもあげてるし、ペンライトもあげてるし、持ってない人パーでバーって。誰が一番背高いか選手かね。じゃあみんなが疲れないうちに取るよ。いくよ。手上げたままで。手は上げたままね。いくよ。いきまーす。はい、チーズ。もう一枚いきまーす。はい、チーズ。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、白キャンを見るためにこんなにたくさんの方が集まってくれて、たくさん声出してくれて、なんかすごいみんなの声の熱量がすっごい伝わってきて、本当に楽しい思い出ができました。もう最後の夏が始まっちゃったんだなとも思うけど、もうなんか悲しんでる暇はないから、一個一個のダイブをもう全力でみんなと一緒に楽しんでいきたいって思います。最後の夏、みんなも今年も楽しんでいきましょう。フリーライブが終わったということは、あと10日後に橋本屋の生誕祭が最後の生誕祭になるので、ぜひね、ここにいる皆さん、ぜひ来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして8月には、そして8月13日に小野寺あず生誕祭があります。エビスリキッドルームであります。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして11月4日真っ白なキャンバスのラストライブが幕張メッセイベントホールであります。ここに来てくれるみんなと最後まで一緒に過ごしたいし、たくさんの方と最後一緒にライブをしたいので、ぜひ来ていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も皆さん、こんなに素敵な思い出をありがとうございました。今年の夏も最後まで楽しんでいきましょう。それでは以上、私たち真っ白